あまとこ、僕たち何も喋らんの。うそうそ、ごめんごめん、一緒に見よう、頑張ろう頑張ろう。まあでもシュンシャンだけしかいないからいっか。謝れよ、ごめん、いいよ。あ、どうもこんにちは。今日は、アリケンサーバーの居残り組、あ、居残りは誰も一人もいないんですけど、ヒートに出ない誰も一人もで、みんなで見ていきたいと思います。それじゃあ挨拶します。せーの、アリケンだけアリケンだけで今回はやっていきたいと思います。はい、挨拶してみんな、はい、声出して。はい、まずは、はい、アリケン、イエス、シュンシャン、こいつやめといけない、はい、おい、消えんなよ、早くやれよ、もう一回か、アリケン、イエス、シュンシャン、はい、ノリバル、これ絶対学校行ってない、なんやねん、その、なに、そんな鳥が欲しいの、どっちも、アリケン、んです、んー、シュンシャン、こいつガチで学校おもんなペガス、お前ほんまに、ほんまにおもんな、お前、じゃあもう、あ、まあね、オッケー、もう一回、学校行った方がいいよ、お前、ほんとに、行く。さあ、バウンサーを使って、さあどんどん移動していくが、空中で一発ショットガンを当てられて、さあここはリザート、マッキーワンボックス入れられて、さあ逃げていく。さあしっかりリムル君の援護、今のやばい、リムル君の援護が、さあリムル君しっかりと階段を追ってリザートの命を救ってみせた。焦って逃げ道どこの自分の壁かっていうのをすぐに判断できてなかったんだけど、それをリムル君が誘拐したことによってギリギリ救い出したの、これやばい。いや今のうまい。さあリムル君の仲間思い、チームメイトを思う、その気持ちがリザートを助けてみせた。さあチームワークがめちゃくちゃ出てるリザート、しかし後ろで味方が全員死んでしまった。さあ助けられた命、ここはリザートどこまで順位を伸ばせるか。さあ戻りアンチ、これは美味しい。さあ横から出てきたマフィンに一発当てるが、リザートここはさすがに3人から襲われるのはしんどすぎる。さあボブ・ルリ・マウフィンのチーム、まだ3人生き残って現在21ポイント、チームキル5キル。さあ1試合目から見せてくれるのか。さあ目の前の敵139からワンポン倒して、ここも倒しきる、強すぎ。さあ撃たれているのは関係ない、俺の前に出てきたら全部倒してやるぞと。さあ一気に敵を倒して目の前、さあゲームイズレタさんたちのチームだが、ちゃんと1段上げて逃げていきます。さあ下の方で1人で耐えている。さあ目の前、ここはベポがやってくるが、ボブがゴリ押しでやっていく。残ったのはボブだが、ここはさすがに上からのヘイト耐えきれず。さあ1位ベコーたちが46ポイント、ビクロイしたチーム46ポイント、そしてハムピさんたちのチーム37ポイント、ルリたちは30ポイントでいい滑り出しじゃなかろうか。リザットたちも14ポイントで9をキープ。さあ初動バトル、ここでできるだけサージを稼いでいきたい。さあリムリ君、ここは2人で一気に入り込んで詰めていく。さあ目の前 DWG、 さあおえーくー、いいね。さあリムル君のアサルトライフル、さあここはショットガンもう一発あって、横からやってる、距離、さあハンドガン撃たれているが大丈夫。さあリムル君のエイムが炸裂している。さあそしてリザートも一気に詰めて、ここはリザートやっていく。いやーこれ美味しいね、ポイントもサージもこれね、あのね、やっぱりヒートはお前やめろ、お前鷹の花みたいになんねやめろ、あのねこれねサジ大丈夫なの、僕ね強い相撲さんになりたいのみたいな、お前違うのやめろ、お前赤ちゃんみたいなの、本当にやっぱりヒートはやっぱポイントがね、キルポイントがすごい1から2になってるでしょ、確かに。だからやっぱりヒーローとかめちゃくちゃ欲しい。もう映りたいからってやめて、そういうの本当に映しちゃう、ちょろちょろ、どうしよう、ツイッター見るバンバン叩かれてた、あの時映してくれんやん、必勝とか言うたらどうしよう、自分人じゃないかやって、自分人知れよって言うて、そんな嫌なんだけど、アリケンサバしか映さないやんけ。いや本当にはずいはずいはず、怖い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 、俺はお父さんの気持ちで見てるからな、本当に。しかもな、サージ食らってる時見えねえんよな、前が眩しいからね、あれあれプレイしてんから普通に何も見えない。今俺すごいすごい知ってる風でうと言ったのに、見にくいですよねって言ってよ、サージなんて食らったことねえよ俺。さあでも見にくいらしいですよね、ペガサスさん。あ、見にくいですね。ね、いい位置だね、しかも。うわー、アリケンクランの一人が、さあ一人ぶち抜かれてしまった。さあそれを見るやいね、ワイルドホークとリムルが一気に詰めていく。さあ倒したが、蘇生を見たら一気に後ろに引いていく。さあここは大人の対応、リザートたち。
さあ終盤残り11人、ここから順位ポイントがぐんぐん入ります。さあ移動しに行くぞ。さあ後ろの C フォーティック、ここはワイルドオーク、レーザーされてやられてしまう。さあ C クラン、さあしかしここはリブリ君もチャージショットガン貯めて、さあ1人 C クラン倒している。隠し入れて資材を獲得、ギリギリケアが間に合う。さあリザート左側から出て、さあワイルドホークが死んでいる。さあ横から出てきたがリムル君がしっかり対処。さあリザート資材がないのでここはゆっくり隠れながら、さあチート、さあリムル君についていきます。デカポを飲んでいきたい。さあしかしリザートやられしまった。リムル君ただ一人、目の前には敵がいる、左にも敵がいる。さあリムル君、さあ一人どこまで順位伸ばせるか。さあ目の前コロコロを倒す。チャージショットガンゲットして一度ローグラインに下がる。資材をゲットして、さあいいですね、スカーもゲット。さあ後ろでは大量のアイテムをゲット。さあアンチガイムーブもできないので、ここは落としてうまい、ま、しっかり壁の奥見えている。さあ順位ポイント、さあ2位までいった。さあ残り 1v2 1v3、 ここは一度上に登っていくがさすがに無理だが2位まで登った。一人でよう2位までいった。これリムル君が今日は神の日かやるねさあ現在のポイント、さあベッコーたちが71ポイントで1位、リザーたち59ポイントで2位まで上がってきた。さあルーナでシークラでバーってて、ルリたちも6位まで上がってるね。終盤キルしてるね。さあここはマフィン、いい動きに、さあいつの間にかハイグラを取っているマフィン、しかも取れている。しっかりこのチームがハイグラ取ったら安定性抜群ですからね。さあこれは魚落として味方に上げていきたい。さあ回復勝負もできると。さあそして回復勝負はさあマウフィンがやるでしょう。さあダウン少し下げても、さあ良さげな雰囲気が出ている。さあ一気に移動して入れてけ。さあここは一気つい、さあやっていくが、さあマウフィンたちのキルにはならず、さあ取られちまった。さあここで一気にダウン下げていきます。ボブたちこのアンチガイ見てるの、アンチガイから来るのさあ止めようとしてる。さあここはラギスを一気に、さあルーリ倒していく。さあ隠し入るでしょう。さあもっとキルが欲しい。さあアクサトラクル打って、ここは EM 倒していきたい。さあいい感じにダメージ出してるね。さあアクサトラクル無限に打ってキルを取っていきたい。いや当てる当てる。さあ ASA ルナ、そうね、さあ射線通してキルを取ってきて、さあここキル欲しいが、さあマーフィンもしっかり取っている。さあ残り3対1。さあ CR 忍者 JP がさあ違いで頑張っている。さあ一応回復しているが、さすがにあプロップはまた味方の死体であるんだ。そうね。さあ忍者 JP チャグスプがあるが間に合わず、この勝ちはでかすぎる。さあマーフィンたちがさあ現在1位まで躍り出た。そしてリザートたちは5位。ちょっとリザートたちもワンチャン危ないからね。こっから8位ってマジしんどくね。さあ次のアンチにも入りましたリザートたち。さあ終盤ですよ。うわー、さあまさかのワイルド、ここは当てられてしまった。さあ味方からさあアイテムもらっていくが、さあリザートここは逆に当て返す。これができるのが強いんよ。さあこれをやったらヘイトが止まるんよな。これ強いわ。さあリザート相手にリスクを負わせる動きで見て、ヘイト一瞬でピタッて止まったでしょ。これが強いんよ。全員 HP がないのでこれちょっとしんどいよ。さあ周り見て、さあロケットランチャーで目の前落として、さあポルセリアサルトライフル打ってコパ倒していきたい。さあモモさん倒して、資材がない。さあ対岸に行く資材がないので、そこはリザートやられていく。ワイルドカットしても、そうね、少しでも長いとかキルポイント入るから。さあここはさすがにやられてしまった。さあボブたちがまだ生き残っている。さあここは無理しない。さあ後ろから入ってきてるの。さあバレ分かっていない。さあルリたちここは一気にさあやられていきました。現在1位119ポイントでさあ ASF ルナのチームが1位に躍り立った。そしてレタスさんたちも一気に上がってきたね。そんでもってルリーたちも3位まで上がってきて、リザートたちが逆にさ5位まで落ちてしまうと。あれリザートたち今アンチど真ん中やね。いい感じ。おおこの275ダメージはでかいよ。さすがリザートスナイパー馬を上落としたいけど、さあ目の前 A2 I2。 さあハイドをワンボックスしっかり入れて、やばさあ倒していく。さあこの資材を押し、いやそれは、さあリブル君が一気に詰めていくが、さあさすがにワンボックス、これはしんどいが、なぜか生きている。なんで、やばなんで生きてんの。さあここはいつアイスのブッシュを取って、
さあリムル君がなぜか生き残っている。さあデカポを拾って、さあ全員で移動している。さあセカンドハイを取って、さあ全員で回復。さあここリムル君生きてるのデカすぎるぞ。ハンボックス耐えたの偉すぎない？さあしかもなんか移動際に一人やっているリムル。さあ一気にトリプルキル、硬いままそれ持ってるから。さあ目の前の敵引き、あうまっ。さあここでまた1キル持っていった。さあこれ回収したいけど怖いね。ワイルドホークはちょっと資材なかったかな、やられちゃったね。さあそしてリムル君も、さあここはやられてしまってリザート1人になってしまう。現在にさあ3対1。さあ目の前敵を2人やればワンチャンあるが、さすがにここはでも2位まで稼ぎましたリザートたち。現在1位ルナ347、2位がリザート126。さあ S さんのチーム118、ステイサム104、ホトラビットのチーム103、ルリたちが103で8位が79でしょ。ライトは今45でしょ。うん、ワンチャンマジで超ワンチャンだな。よしやばいよな。ちょっと待って、これはワイルド君スナイパー抜くのか。これ見えてんの。さあワイルドホーク外してしまった。さあワイルドホークも一人生き残っている。これは合流できるかが肝になってくるぞ。さあリムルが6キルしてるわ。さあ目の前のガイゾ倒していく。さあこの50回復はでかいし1キルでかすぎる。さあこれで7ポイント目、さあ14ポイント目が入ります。うますぎ。さあ後ろで、さあミスティエム、ここはカウンター決めてしっかり見逃さない。さあ現在8キル目、一人で何キルするんだ一体。さあここは大丈夫か、ハイドチ。さあリムル君やられてしまった。さあライトたちがローグラを取っている。さあ現在70ポイント、1位まで行けばワンチャンあるぞ。さあ目の前からマーフィンたちがさあ詰めてくる。さあ目の前落ちてきた時ライトここはやれないが、目の前の敵、さあジェイコブやって1キル入れる。さあこれはカッキー入れて、さあタクショがあった、これは見えていない。さあライト、さあ一気に逃げていく。さあアンチ移動しないといけない。目の前からルリたちが出てくる。ハイが取って、ファイヤーがやられて、目の前のルリが倒せればワンチャン。ここからルリを倒す。さあファイヤー残り1人、現在83分、90ポイントまでいけばマジである。いやマジで頑張れ。さあ1キル取りたい、90ポイントいきたい。うわこれは2位か、2位か、2位か、2位。いや違うわ、88。いやさあ最終試合終わりました。見ていきましょう順位。うわー99だ、ボーダー。うわー惜しい。まあしゃあねえな、でも頑張ったな。さあルナさんチームが168、1位、リザーたち2位、ルリたち5位で、さあルリたちとリザーたちはクリファイグランドファイナルに駒を進めました。さあライトたち惜しい、2位、惜しいな。ヒートビアの皆様お疲れ様でした。ヒートビアシュンシャンが出るので、そちらの方見ていきましょう。うわマジ緊張してきたんだけど。クリファイした人たちおめでとうございます。高評価とチャンネル登録よろしくね。それじゃあお疲れ様でした。またな。バイバーイ。バイバーイ。